考えてもあんまり思い出せない。あんまり笑わないあいつが笑ってくれると嬉しくなったり、気づかないふりしようとしたり、ただの友達だって言い聞かせたり。焦りすぎ。あれ、来ますけど駅向かいながらでもいいですか？あ、ごめんね、忙しい時に。びっくりした。時間ない、早く言わなきゃ。そのために来たんだから。あかねさん、信号赤。あのさ、やっぱり今日は青。じゃあ俺こっから電車乗るので。うん。結局話聞けなくてすいませんでした。遅刻しそうでつい急いじゃって。いいの？疲れてない？話聞くくらいなら別に。やったー！